ピードマスターとかスインズマスターがもう9割とか楽勝で突破してるぐらいの実力があればナビゲーターやったって元から正解率が高いから終わるとは思うんですよね、はい、多分その状態ならナビゲーターサクサク進みますよね、うん、だけどスピマスツインマスツインマスターも終わっただけの状況とかであれば、はい、武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、これからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、世界史について質問です。はいはい、今、法政と日大を志望している浪人生なのですが、うんうん、スピードマスターとツインズマスターが終わりました、うんうん、それでこれからナビゲーターをやろうと思うのですが、うんうん、正直終わる気がしませんと、うん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 、で本屋さんで教科書より優しい世界史というものを見つけたのですが、うん、これはナビゲーターの代わりになるでしょうかという質問です、うんうんうん、なるほど、結論から言うと、はい、ならないですね、うん、教科書より優しいってタイトルで書いちゃってますよね。うん、だからまあナビゲーターと比べてやっぱり基礎というか優しめなんですよ。だから分かりやすいのはもちろんそうなんだけど、はい、まあ、その分詳しくはないんで、そこまでは、はい、うん、基礎で止まってくれてるからね。そうですね。だからその、まあ、代わりにはならないですね。で、まあ、でただナビゲーターやっても終わるかどうかっていうのは確かにその通りで、まあ、これは正直ツインズマスターとかスピードマスターの正解率にもよるんですよ、はい、スピードマスターとかツインズマスターがもう9割とか楽勝で突破してるぐらいの実力があればナビゲーターやったって元から正解率が高いから終わるとは思うんですよね、はい、多分その状態ならナビゲーターサクサク進みますよね、うん、だけどスピマスツインマスツインマスターもう終わっただけの状況とかであれば、はい、それぐるぐる回さなきゃいけないじゃないですか。そうですね、うん、なので出しただけでは厳しいですよね、うん、だからその状況だったら、まあ、そのナビゲーターはやれないかなとは、うん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 、思うんですよね、うん、ナビゲーター終わるかどうか分からなくて、まあ、この人は不安だと思うんですけれども、うん、その場合どうしましょうね。まあこの状況だったら正直、まあ、他の科目で取れるかにもよるんだけど、スピマスとツインズマスターをぐるぐる回して、はい、Z 回の始める世界史とかの辺をやって、はい、まあ、あと年号できればビジュアルとかやって、あとはもう過去問ひたすらかなっていうところですかね。なるほど、うん、ナビゲーターその場合カットみたいな感じですか。うん、多分ナビゲーターしかできない可能性があると思うんですよ、このままナビゲーターやったところで。なるほどなるほど、うん、だからそれは正直ナビゲーターが初見で現時点でどれだけ解けるかにもよるって感じですね、うんうん、それがもう本当に初見でも結構な正解で解けて早くバーッと終わるようだったら、それナビゲーターの知識つけた方が楽だとは思うんですけど、はい、でも使いこなせない大量の知識入れるぐらいだったら薄いやつでいいから完璧にした方がいいと思うんですよね。なるほど、うんうんうん、で講義系として教科書より分かり優しい世界史、まあ、悪くはないけど、うん、できればもうちょい詳しいのを、まあ、法制考えてんなら使った方がいいかな、うんうん、まあ、仮に使うとしたら例えばセンター試験の面白いほどとか、はいはい、あのあたり使ったりパノラマ世界史使ったりとかかなとは思うんですけど、うんうんうん、なるほど、まあ、ただ教科書より優しいでダメってことはまあないけど、足りないかもよとは思っておいた方がいいかなっていうぐらいですかね。まあなので基本的には今言った戦略かなと。まあスピマスとツインズマスせっかくやったんだから、そこの知識を完璧にしてそれを使い倒せるようにするっていうのがまず最優先かなと思います。そうですね、はい、それがある程度できているようだったら、はい、ナビゲーター恐れずにやっていきましょう、はい、多分サクサク進むよという感じですかね、はい、ね、はいはい、で今回の質問は以上です、はい。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね、早慶、G マーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。